あのヘンゲル将軍、前から伺いたかったのですが。なんだ。ちょっと聞きにくいことなのですが、ヘンゲル将軍はその公職でいらっしゃるのでしょうか。違う。サミエルよ、物事の表現は正確にすべきだな。はあ。私はドスケベだ。プロサイム西東京支部ヘンゲル将軍、彼の知能指数は150を超えるという。レッドさん、呼び出すのは構わないんですけど、お話ならもっと他の場所でしません？いいよ、ここで。でも今夏真っ盛りですよ。日光が強すぎて目がチカチカするんです。お前のどこに目があんだよ。むつり君の目分かりません。ほらここ触覚の先に目があるんですよ。むつり君カタツムリ型の怪人で。どうでもいいよ。つうかお前ら俺の話聞く気あんのか。ありますあります。ほら聞こう聞こうね。レッドさんから呼び出してくれることなんてめったにないんだから。はい、頑張ります。ですがなんだよ。やっぱり場所変えません？まあそれはレッドさんは太陽の戦士ですから、こんな暑さなんでもないんでしょうけど、私今下着が汗でぐちょぐちょ。ここでいいって言ってんだろ。そういえばさっき光化学スモック注意報が発令されたって言ってましたよ。え、本当？目がチカチカするのはそのせいだよ。やっぱり場所変えましょうよレッドさん。別に死にゃしねえだろ。じゃあ喫茶店行きません？金かかるからやだよ。じゃあ溝の口の高津市民館とかどうですか？あそこならタダだしクーラー効いてるし。ん？ああ、むつりくん。はい。なんで悪の怪人が胃の一番で熱中症で倒れんだよ。大体だな。俺さ、ここんところお前らに甘すぎたわ。優しくしすぎた。いいことじゃないですかね。正義の味方なんだから優しい。どこがだ。つうかお前らもそうだよ。甘いんだよ。本当に俺を倒す気あんのかい。ありますありますね。すげえぶっ潰したいっす、レッドさん。伝わってこねんだよ。もうあいつが羨ましいよ。え、あいつってシャチホコイダグレートだよ。名古屋のドエラー強えやつ、シャチホコイダグレート参上だがや。シャチホコイダグレート？あ、プロシャイム頼りで見たことある。うちの社内方で。社内、何？あれ、でもシャチホコイダって確か神奈川県の正義の味方ですよね。まあな、もともとはな。あいつはそもそも小田原城のシャチホコがモチーフだったんだけどな。シャチホコといえば名古屋だっつって愛知に引っ越したんだよ。名古屋のシャチホコは日本一有名だからな。それでシャチホコイダグレートになったんだよ。まあグレートって言ってもよ、頭のシャチホコを金色でおっきいやつに自分で取り替えただけだけどな。あれ、取り外せるんですか？まあでもよ、なんだかんだ言って神奈川には俺がいるから、あいつは出て行ったんだろうな。え、なんですか？ちょっとよく聞こえませんでした。なんでもねえよ。
で、この前偶然やつと川崎の地下街で会ってよ。ねえ、何か食べていきましょうよ。あれレッドさん、お久しぶりだな。もうあいつ海外旅行行くのにパスポートが必要になったらしくてよ、戸籍証本だかなんだか取りに帰ってきたんだとよ。誰？まあそんな話はどうでもいいんだけどよ、シャチホコのやつ充実してんだってさ。名古屋のモーニングコーヒーにはトーストとゆで卵とサラダと時にはバナナもついてくるでよ。バーンチャース。名古屋の悪の組織手羽先との戦いが激化してんだってよ。ったく、それをカヨコの前で自慢しやがって。あ、名古屋城爆破は私が阻止した話、こっちに伝わっとりゃ。前からあいつ嫌いだったんだよ。デリカシーなくてよ、同期のくせに妙な敬語使いやがって。その割には話すのは自慢ばっかりで。まあとはいえ毎日忙しいんだってさ。怪人と生きるか死ぬかの戦いを繰り広げてヒーローミオルにつけるんだってさ。ああそれでレッドさん今日イライラしてたんですか。ああ、何がおかしいんだよ。その話嘘ですよ。え、私先日手羽先にいる甥っ子と話したばっかりなんですもん。その時シャチホコイダーさんの話なんかこれっぽっちも出てきませんでした。彼相手にもされてないんじゃないですか。マジで？そうですよ、大体戦いが激化している時に海外旅行なんて変じゃないですか。おかしいと思ったんだよ、あいつ弱えくせに。気にすることなかったんですよ、レッドさん悩んで損しましたね。そういうことかよ。な、あいつふざけんなっつーの。ところでレッドさん、あ、まだ何かお話ありますか。え、お話何かあります？何か別にないのかな。じゃあもう帰ってもよろしいですか。もう大丈夫？むつりくん。はい、寝たらすっきりしました。でも世の中にはいろいろなヒーローがいるもんだよな。ほんと。でも嘘つきヒーローはやだよな。正義の味方のくせに恥ずかしくねえのかな。ねえ、私たちはレッドさんが相手でよかったよ。ちょっと厳しいっすけどね。ちょっとか。でも厳しさも私たちのことを思ってこそ。じゃなきゃあんなに怒ってくれないよ、命狙ってる私たちに。それありますよね。そうそう。どうしたの？なんか釈然としねえんだよな。天体戦士サンレッド、これは川崎市で繰り広げられる善と悪との戦いの物語である。ロシアの憎き宿敵天体戦士サンレッド、どうすればあいつを倒せるんだろう。あっ、たく、なんで俺がこんなこと。ぶつくさ言わないな。あ、その袋卵入ってるんだからいらさないでよ。わかってるよ。なんだよ神々。何よ。なんでもねえよ。これだ。お客様ご案内です。おお、ウサゴッツ、久しぶりだな。タレミミ先輩、ご無沙汰してます。店でその名出すな。ここでの俺の名はレイジだ。やだ、かわいい。この子レイジ君の知り合い？学生時代の後輩さ。もうレイジ君かわいい。おい、マネージャー。あの先輩、僕。わかってる、今案内させる。久しぶりの再会に乾杯だ。乾杯。お前もいい加減酒の味を覚えたらどうだ。ごめんなさい、僕お酒飲むとすぐ眠くなっちゃうんです。まあ本気で酒を好きになった時は大概人生下り坂だ。あ、それにしてもタレミミ先輩相変わらずモテモテですね。モテるのが仕事だからな。僕尊敬しちゃうな。で、話ってな、金が？あ、はい。あ、違います。聞いてください、うちの組織と敵対するやつがいるんですけど。敵対？なるほど。そのレッドってやつの面倒見てる女がいるのか。はい、もしレッドがカヨコさんに売られたらきっと一文無しになって自滅すると思うんですよ。つまりこういうことだな。この歌舞伎町ナンバーワンホストであるレイジ様の力でその二人を別れさせてほしいと。そうなんです。いいだろう、恨みを買うのは慣れてる。やってくれますか。
世界征服なんてのは俺の主義じゃないが、可愛いウサのためだ。ありがとうございます。いや、相変わらず指名が立て込んでてな。こいつは帰りのタクシー代だ。え、バブリじゃないのに。いいから取っとけ。気をつけろ。じゃあな。かっこいい。ここで張ってれば来ると思います。午前中は仕事しない主義なんだが。すいません。いいさ。ん、あれか。そうです。好きそうな顔しやがって。お願いします。あ、なんだこれ。乾杯。レッド、あの写真見たかな。女が俺に見せた甲骨の顔、あれを見れば自分を負け犬と思い知ったレッドの方が女に別れを切り出すはずさ。ねえねえ聞いて、今朝ね、すごく可愛い犬がじゃれてきたの。恨みを買うのは慣れてるさ。鳥の引き肉にみじん切りの長ネギ、酒と醤油と卵白と生姜汁、片栗粉入れてごま油を入れてよく混ぜたら手の中で丸めて、さあ悪と油取りながら団子鍋で煮込むのさ。野菜入れて蓋して団子鶏団子鍋作ろう。ほら蓋を取れば幸せの香り、朝月を薬味にポン酢それともごまだれで団子鶏団子鍋食べよう。締めにはうどん入れて団子鶏団子鍋食べよう。